いつもミスターシモのプロレスゲーム実況動画を見てくださっている皆さん、こんばんは、もしくはこんにちは。ミスターシモです。今回は1年ぶりに女子プロレスカード、ベースボールマガジン社の女子プロレスカードの開封動画をやりますと。例年はトゥルーハートっていうサブタイトルがついてましたが、今回2021年からはサブタイトルがないということですね。で、実はですね、この最新版、これ4月2日発売でしたかね、のこの最新版の一つ前に、アンビシャスでしたっけ、アンビシャスっていう、別シリーズが出たんですけど、それ開封動画実はやってないんですよね。なので、まあ1年ぶりになりますが、よろしくお願いしますと。まあいつものようにですね、ちょっとすごいな光がこんな感じでレギュラーパックの上の部分切った状態で、中はまだ一切見てないんですけど、1箱分、20パックガンガン開けてきます。今回は安野沙織選手が表紙になってますね。はい。で、このシリーズの魅力は何といっても直筆サインカードが非常にたくさん出るところ、そしてまあ直筆サインカードよりもレア度が高い、スペシャル版の直筆サインカードだったり、チェキカードなんかがあるところなんですけど、まあ私はね、引きが悪いので、なんかちょっとでもね、いい結果になればいいなぁと思いながら開封していきます。じゃあまあ早速やっていきましょうと。はい。トトロサツキ選手、安野沙織選手、いきなりいいですね。お目当てはそうですね、今回ですね、直筆サインカードの中でもシークレット版、いや、お、いいですね。志田光選手のすごいキラキラしてしたやつ。これは一応ちょっと当たりなのかな、ちょっとこの辺に避けとこうか。4枚目にレアカード書いてましたね。そういう作りなのかな。はい。はい。まあこんな感じでどんどん開けていきますよ。2パック目いきますと。はい。途中になってしまいましたが、今回は、通常の直筆サインカードよりもランクが上の、シークレット版と、何ですかね、あのサインのところがホロだったり、銀色になってるっていうスペシャル版が出てあるらしいので、それを引き当てたいですね。見てみて、おお、結構キラーカードはよく入ってますね。梅崎選手でいいのかな、ごめんなさい、意外と知識がなくて。私もともと女子プロレスはあんまり見てなかったんですが、この女子プロレスカード開封動画を機に女子プロレスも見るようになりましたと。まあ今ね、ちょっとあのスターダムの勢いがすごすぎて、でこのシリーズにはスターダムの選手がいつも入ってないんですよ。お、七重選手いいですね。ただね、スターダムに負けじとね、アイスリボンとかね、シードリングとか面白い、盛り上がってますから、ぜひぜひね、こうなんだろう、スターダムの一人勝ちにならないようにね、他の団体の皆さんにはぜひぜひ頑張っていただきたいと思います。はい。で、まあ、絶対に触れなきゃいけないところで、昨年版までは、あの、僕の一押しの、あの、牧夏美選手がね、この、BBM の女子プロレスカード、中に、まあね、あの、収録されてたんですが、お、夏美選手の、これがあれか、これがいわゆる、シークレット版ってやつですかね、きっとね。はい。通常のレギュラーカードじゃなくて、衣装が、まあ、特別版になっているという。お、ネオ美意識群。はい、そのね、牧夏美選手が、残念ながらね、残念ながらって言ったら怒られちゃうか。スターダムに行ってしまったんで、今回残念ながら、また言っちゃったな。この、まあ、これはいいのか言って。このシリーズには封入されてないということでね、ちょっと私のね、お !1 枚目出ました。テクラ選手の直筆サインカード出ましたね。テクラ選手の直筆サインカードが出ましたと。やっぱ4枚目にレアカードが入ってるっていう作りになってみたいですね。で、逆に言うと、このピカピカ光ってるようなカードが入ってると、直筆サインカードはそのパックにはないのかもしれません。今、6パック目かな。いきます。飛鳥選手。ラブ会長。あのですね、私事なんですが、お兄さんいいですね。
私事なんですけど、職場が埼玉になりましたと。移動がありまして。で、埼玉になったので逆にね、アイスリボン今まであんまり見れてなかったんですけど、アイスリボン見る機会が増えたらいいななんて思ってますね。はい、私事でした。4枚目、あ、来た！あの、沙織選手のキラキラのカード来ました。なんか何が嬉しいって、僕正直ね、あの選手もね、スターダムに行っちゃうんじゃないかと思ってたんですよ。ですけどね、こうやって今、まあ、いろんな団体上がってますけど、あえてスターダムじゃないところで戦ってくれてるのはね、僕は嬉しいです。なんて言ってて移動したら、本当に悲しいけど。辰巳梨花選手、今ね、東京女子のチャンピオン。お、2枚目。直筆サインカード来ました。桜井選手の直筆サインカード来ました。こんな感じで置いとこうかな。はい、どんどん行きます。見えねえ。ピントがすごいボケてしまったぞ。どういうことだこれは。どうすればいいんだ、どうすればいいんだ。これで大丈夫かな。はい、ミユネのサインカード欲しいですね。何枚かね、今までのシリーズでは引いてるんですけど、大岡さん、和樹選手、でね、まあ、これも触れなきゃいけないんですけど、シリーズを追うごとに直筆サインカードの封入率は下がってます。今回も、まだ私、今回ね、この動画が初開封なんですけど、きっと下がってんだろうなーって、内心思ってますよ。封入率が上がるってことはない。据え置きか。光選手ね、先日デスマッチやりましたね。いいですね。僕好きなんですね、光選手。裏投げがいいじゃないですか。まあ女子プロレスラーでね、裏投げ使う選手っていっぱいいますけど、人里としてね、桜井選手。直筆サインカードの出は悪くないですね。3枚目。4枚は出てほしいな。4枚は出ると思うんですけどね。このシリーズなら、真夏選手。やっぱりね、なかなか出にくい通常版じゃない直筆サインカードっていうのが引いてみたいですね。どんな風に入ってんのかも見てみたいし。いいですね、丸書きみたいで。横綱。さすがに、なんか、私これ買い始めたのいつぐらいだろう。2018年ぐらいから買い始めたのかな。なんかちょっと、この、毎年買ってますけど、さすがに、なんていうか、このね、マンネリ感が否めないですね。なんかこのね、レギュラーカードも工夫してるんでしょうけど、なんかマンネリ感があるよな。なんかなんならちょっと見たことあるポーズみたいのもちょっとありますしね。こうやって見てるとね。まあ、毎回撮り直してはいるんでしょうけど。そんなこと言ってたらもうあと残り何パックだろう ?8 パックかな。はい。はい、行きますよ。サインカード来てくれ、そろそろ。お、何これ。シークレットか。神福選手のシークレット。神福選手今ね、東京女子でチャンピオンですからね。色っぺーじゃないですか。そしてその後にね、赤井咲選手。赤井咲選手のね、なんか直筆とか当てるとこを見せたいなぁ。引き弱なんですよ、私。本当に引きが弱いんです。これちなみにね、この動画の前に5パックだけ買って、こう見て、開けてたんですけど、何にもレアなカード出なかったですね。だから今回は異常にレアカードの封入率が低いのかなと思って今見てんですけど、そんなことはなさそうですね。残りが、1,2,3,4,5、残り6パック。残り6パックです。1箱20パック入りで、8,800 円だったかな。税込みで8,800 円。まあね、こんだけ直筆が出れば、他の、これもあれですか？ミユネーのシークレットかな。こんだけレアなカードが出れば、他のシリーズよりはお得感はあるんでしょうけど、
なんか元々が本当にね、このシリーズすごい直筆サインカードが出まくる最高のシリーズだったのを知っているだけにね、ちょっと物足りなさを感じてしまいますね。はいはい、そろそろ来い来い来い、お、来た、お、やったやった、本当に来た、赤井崎選手の直筆サインカード、これは当たりでしょう。これは当たりでしょうね。え、これを外れって言ったら何が当たりなんだってなっちゃうんですかね。本当に、いや、皆さん等価値でね、レスラーの価値はもちろん皆さん等価値なんですけども、その中でもね、特に人気が高い選手、赤井崎選手の直筆引きましたよ。悪くないんじゃない。で、あと5パックです。まあそうですね、この前のアンビシャスとか、その去年のシリーズを考えると、直筆サインカードはこのぐらいで打ち止めなのかなと勝手に思ってしまいます。もう1枚ぐらい欲しいけどな、もう1枚ぐらい、来い、来ない、残り3パックチェキが入ってる可能性もありますからね。なんかちょっと見どころがもう1個ぐらい欲しいな、もう1個ぐらいくれ、ナンバーのね、いろは匠選手、神福選手いいですね。シークレットも良かったけど、レギュラーカードもかっこいいですね。はい、あと2パック。もう人波欲しいな、もう人波。ないか、ないのか。もう1枚くらい欲しい。言ってたら来た。さゆり選手でいいんでしょうか。来ましたね。5枚入ってんのかな、直筆。まあやっぱ5枚は欲しかったから。なんとか。もうなんか自分が無欲になってるのを感じますね。もう過去シリーズでね、直筆サインの封入率が下がってたから、もう5枚になっただけでももうすごくありがたい。ラスト1パックです。さすがにもう直筆サインクラスのレアカード出ないかな。そうですね、あかりさんすごいですね。はいはい、こんな感じでした。ではちょっと振り返っていきましょうか。ちょっとね、封入率がどうなってるとか私もわかりませんが、とりあえずキラキラしたカードは3枚。これはやっぱりね、こう人気のある選手なんでしょうね。ごめんなさい、本当に僕この梅崎さんってこと知らない、ディアナのね選手、失礼しました、知識がなくて。志田選手のもうなんかもうちょっと明るくできなかったのかな、すごい全体的に暗いんだよな。黒すぎるんだよなこれ。はい、こうキラキラしたカードが3枚入ってました。人気キャラ、人気キャラじゃないや、キャラってなんだよ。人気レスラーのね、ものが多いんでしょうか。で、例年のごとく直筆サインカード、多分各選手ごとに、どのぐらいなんだろう、100枚近く入ってるんじゃないですかね。例年ですとそんな感じですね。直筆サインカードは100枚ぐらい入ってて、1選手につき。で、チェキがある選手は、チェキが10枚入ってるっていうのが例年の流れですね。10枚ぐらい。赤井崎選手、自力で引きました。めちゃめちゃ嬉しい。桜井舞選手。いいですね。かっこいいですね。本当に最近の女子プロレスはかっこいいですかね。桜井優子選手でいいんでしょうか。はい。そして、テクラ選手。最初に引いた直筆サインカードはこれでしたね。で、さゆり選手の5枚です。直筆サインカード5枚にキラキラしたカードが3枚という封入率になっていましたと。はい、そんなわけで、BBM 女子プロレスカード2021、なかなかね、ちょっとその見たかった特殊なバージョンの直筆サインカードっていうのは引けませんでしたが、
まあ例年通り直筆サインカードはたくさん引けるよう仕様になっていますので、皆さんもぜひ購入してみてくださいと。本当にね、最近のシリーズはすぐ売り切れますから、あの書店などで見かけたらもうすぐ買っちゃった方がいいです。箱ごと買っちゃいましょう。迷わず買っちゃいましょう。迷わず行けようですよ。はい、実はもう一箱分購入しているので、ちょっとこの後開封動画やろうかなと思っています。それではありがとうございました。